Would you like a treat? Nice granny bag, little Jack. It's not a granny bag. It is a magic nanny bag. もちもちのジャパンへようこそ。今日は北米で1月に公開された長靴を履いた猫のトップ10をご紹介。北米育ちの音ならなおさら分かっちゃう見どころはカウントダウンします。I am puss in boots, loved by one and all. Anyone in particular? I mean, how could I possibly choose? 今回は他の映画やドラマへのこっそりとした言及やパクリ、ジョークなど大人だからこそ理解できるシーンをリストアップ。ネタバレにはご注意。本映画長靴を履いた猫で気づいたことがあったらコメント欄で教えてくださいね。第10位、映画シュレックへの言及。長靴を履いた猫第1作目、シュレック最新作がリリースしたのはすでに10年以上前。なのでほとんど現在の子供世代にとっては、本作がドリームワークス社の映画に初めて接する機会となっています。 Welcome to my fiesta! Make yourself at home!ドリームワークスの過去のヒット作「シュレック」への言及は当時子供だった現在の大人の心をわしづかみ。ギンジーとピノキオからのカメオはその典型的な一例。他にも「Far Far Away」への帰還の道のりも見逃せません。 Well, we had it anyways. Off to find new adventures and to see some old friends.他にもカメオが登場。シュレック Forever After に登場した魔女プスの代理母イメルダ。見逃してしまうレベルではシュレックではプスはシュレックとドンキーと共にライオンキングのハクーナマターターを再現し楽観的思考への転換に成功します。しかし本作では死が目前に迫りプスにはそのハクーナマタタ効果はないのです。 No more You need to retire. Me? Retire? Are you the village comedian as well? 第9位、童話3匹のクマ。子供世代は定年退職や引退隠居の意味がいまいちよくわかりません。大人の方は年を重ねるにつれシニアホーム暮らしを第二の人生のスタートと楽しみにする楽観派と世の終わりと悲観的に見る二派に分かれます。 I am no lab cat, doctor. I am Pussy Boots. Not anymore. プスは悲観派。猫たちと共に心向くシニアホーム暮らしを始めます。しかし誰でも子供の頃読んだことがある童話3匹のクマに登場する女の子ゴルディがそのパパママベイビークマを引き連れシニアホームに乗り込み、プスの単調な生活が変わります。母ちゃんクマにつかみ上げられたプス。ゴルディは老齢の老いぼれプスが指名手配書に書かれている精悍な猫と同一人物とは信じられません。Pickles, your puss in boots? Not yet, but I will be. 第8位、エシカルバグ。ピノキオに登場するおしゃべりコオロギのごとく、エシカルバグはビッグジャックホーナーの肩に泊まり、天使の役割を担います。でも、純なエシカルバグの任務は困難。ジャックホーナーの堅くなな邪悪な心はそんな簡単に天使の声にお答えをしません。Well, Can't bake a pie without losing a dozen men. oh, oh.That was horrible! Your wish is horrible! You're horrible! You're an irredeemable monster! 英語版でエシカルバグを演じているのはドリームワークスのプロダクションのスーパーバイザーのケビン。ケビンが声優をするのは今回が初めてです。彼はエシカルエブリマンを演じた名優ジミー・スチュワートの雰囲気をかませている感じが大人にはわかります。Do you know how long it takes a working man to save $5,000? Just remember this, Mr. Potter, that this rabble you're talking aboutThey do most of the working and paying and living and dying in this community. Well, is it too much to have them work and pay and live and die in a couple of decent rooms and a bath? 他にもエシカルバッグのジャックとのやり取りで放出するのが映画 It's a Wonderful Life でのスチュワートを演じる守護天使。またベビーウーマンの大人にもおなじみのコメディアンノッドン・ノッツも似てますね。 There's good in all people. There's good in all people. You know, Jack, maybe we need to dig a little deeper. ここまでいかがでしたか？ウォッチモージョージャパンのチャンネル登録もどうぞ忘れなく、新着通知も設定してくださいね。第7位、大人向け映画への言及。英語版では大人ならおなじみの映画俳優陣が声優を担当。オリビア・コールマンが3匹のクマのお母さんクマを演じ、お父さんクマはレイ・ウィンストンが演じています。 Just give us the map And throw in a dozen points Have you got any savory pies? Yeah, what flavors you got? No, can we get all of that in a bag to go?
ワグナー・マウラは映画ナルコスでの恐怖感いっぱいのパブロ・エスコバールを演じていますが、今回の狼役ではそれ以上に恐怖感を醸し出しています。英語版ゴルディの声はフローレンス・ピュー。1973年にザ・ウィッカーマンという映画がありましたが、そのリメイクを2006年にニコラス・ケイジが自腹を受けて撮影しています。そのリメイクホラー映画ではニコラス・ケイジがクマの着ぐるみを着て駆け回るシーンがあり、ミームで大ヒット。そこでの名台詞 Not the bees が赤ちゃんグマが蜂の襲撃にあっている時に登場します。第6位、ドリームワークス版ローガン。 Read these in your spare time?Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. 子供向けではない映画ローガン。でもローガンへの言及がいくつか発見できます。ローガンのウルバリンとの共通点といえば鋭い狂気、決闘シーンに言及が盛りだくさん。Jeez, Wolverine seeing you like this just breaks my damn heart. As soon as I rip it out of your chest.両ストーリーでは、年を取った主人公たちがグループで危険な敵と対決する旅に出ます。道中、数々の悪者たちと関わりますが、旅の終わりはどちらも、老齢の主人公が宿敵との決闘に挑むクライマックス。死を覚悟する瞬間。ウルヴァリンは死にますが、幸いにもプスはウルヴァリンとは違う結末。Live your life, Blessing Boots. Live it well. 第5位。ビッグジャックの命への態度のデカさ。本作では悲しいかな、驚くほどたくさんの命が失われています。プスの失った8つの命のことを言っているのではありません。ジャックには命の尊重という倫理観は全くありません。Aren't you gonna help him, Jack? You're losing a lot of men. I'm not really stressing about the manpower. I've got a bottomless bag of magic weapons. These babies are gonna get me that wish even after the whole team is dead and gone.こんなジャックなので、自分の仲間の手を金属に変えてしまったり、多くの仲間が散々な目に遭います。人食いの花が育つ谷へ仲間を送り込んだり、仲間をパーティークラッカーにしてしまったり、橋を作らせた後、その彼自身が作った橋から彼らを突き落とすとか、ジャックは動物人間がけなく冷酷非情です。You're not gonna shoot a puppy, are you, Jack? Yeah, in the face, why? 子供の目にはジャックが極悪人であることは明らか。大人の目にはジャックが単に極悪人であるだけでなく精神異常者であることが明らか。そんなジャックの結末はアーノルド・シュワーツネッカーのターミネーター2のヨーコールシーンでございます。 What did I do to deserve this? I mean, what specifically? 第4位、ディングルベリーズ。ゴルディと赤ちゃんクマの兄弟喧嘩は辛辣極まりなし、嫌味の応酬バトル。 You're not even a bear! Zing!I'm more of a bear than you are. She got you. You're nothing but a low-rent Cinderella. Oh! Well, that's rich coming from you, baby. Because you know what you are. Wait for it. ゴルディはイボ兄弟の赤ちゃんクマにクマではなく人間であるバックグラウンドというか言葉を通して言いまかします。それではここでちょっとアメリカスラング英語のレッスン。ここでゴルディが使った言葉は英語ではディングルベリー。辞書によると第一義はクソったれ、愚か者ですが、もっといくとお尻の割れ目に残っている吹き切れなかった排便、トイレットペーパーという意味があるそうです。ああ、汚い。 I haven't got dingleberries. No, you do. You do have them. 赤ちゃんグマはいつもやられっぱなし。人間のゴルディにはやっぱり言葉では勝つのは難しいのかもしれませんね。なのでこれでストレス解消ですかね。Oi, you shut up, you little mutt, or I'll cut you from pooper to snooter! 第3位、キティの階段において一体何？先ほどのディングルベリーと同様、アメリカのスラング英語の話になりますが、本作には結構軽度のスラングが英語版では使われています。放送禁止用語にはちゃんとセンサーがかけられてますのでご安心を。You're all a bunch of knuckle dragging, honey scrounging, grub oafish munching, mangy nugget, and your snooter! こんな可愛いワンコちゃんがこんなにいっぱい放送禁止用語を知ってるとは驚きです。ワンコちゃんがプスとキティに立ち止まってバラの匂いを楽しむよう促しますが、ここではキティが放送禁止用語を口に仕掛けます。 Take your time and really appreciate what's right in front of you. キティは言われた通りにバラの匂い嗅いでみたものの、何やら代わりに変な匂いに気づきます。 This is stupid. All I smell is bullshit. キ
キーが英語のわいせつ語にあたる言葉を全部言い合う前にピーという規制音ではなくワンコちゃん自身が規制しているところが教育的。ワンコちゃんの前向きで積極的な性格を反映しているようですね。 No matter how hard they try, I always find them. So one day, they get creative. 第2位、心配憂慮の気持ち。放送禁止用語があったり、暴力的に過激な場面があるので、本映画は PG にされていますが、ただそれだけの理由で本映画は大人向けというわけではありません。大人なら経験する独特の心配や鬱になりそうな気持ちにどう向き合うかという人生で誰でも経験する現実が織り込まれているのです。プスのような華麗な過去を持つキャラクターでも死ぬほど心配になるストレスはやっぱりあるのです。プスの毛が逆立ち心拍数が急上昇する様子はパニックアタックや PTSD の症状。映画ではストレスと鬱の関連性にも触れている様子が見て取れます。 I'm supposed to be a fearless hero, a legend. But without lives to spare, I am nothing.心配やストレスは最近では年齢を問わず子供でも経験するもの。この映画ではそんな子供世代に心配ゆえにどんな感情になったりするかをプスを通して描いており、子供たちがポジティブに対処できるように励ましてます。さてお待ちかねの1位に移る前に襟抜きのキーワードをいくつか紹介します。ベッドサイドマナー、今後病院のベッドに乗ることがあったら使える言葉かもしれませんね。 Death comes for us all. Treat? You really got to work on your bedside manner.セラピー、癒し。セラピーは本作登場人物がみんな必要としてますね。 Who is this guy? I'm Puss's best friend. No, he isn't. And his therapy dog. Definitely not. Finally, you need therapy. プスは飲みっぷりでさらに命を失います。 Last call, Senor Boots. Another glass of cream. Make it your heaviest. Oh, I keep the heavy stuff in the back. 第1、死に思いを巡らす。子供の頃は死について思いを巡らすことは通常あまりなく、同時に大人を見ると大人たちは死など自分とは関係ないといった様子で行動しているように見えます。この映画は生死のトピックをポジティブなタッチで織り込んでいるので、現実感があってバランスのある作品となってます。 And how many times have you died already? I don't know. I never counted. I am not really a math guy. 本作では死を感情ではなく理性に基づいた形で描写しています。プスのように死を恐れることはとにかく自然なこと。プスは死を征服することはできないが、死と対等の関係を築き、今ある命を意義深いものにすることが可能であることを学びます。やっぱり誰でも生を受け、この世に生まれてきたならば懸命に生きようというのが本作のメッセージなんでしょう。I hate to say it, but should we make a wish? Kitty, one life spent with you is all that I could wish for. 今回のトップ10いかがでしたか？もちもじょうジャパンの最新の他のビデオもどうぞチェックしてみてくださいね。チャンネル登録もどうぞお忘れなく。